ゆきチャンネル。一人で挑戦してみます。焼きそばの次はラーメンですか？ペヤングさんやりますね。お湯の量 2200ml だって。いざ、開封。めちゃくちゃでかい。蓋も開けますよ。スープもかなりでかいです。具の袋も2個入り。具はわかめ、コーン、人参、焼き豚。麺の量半端ない。通常ペヤング焼きそばの 7.3 倍だって。こんなにでかいのに、お湯入れて3分だって。早速作っていきます。お湯を沸かしてきました。お湯 2.2 リットルもいるって。足りるのか。え、全然足りない。追加のお湯持ってくる。はい、続き。ちょっと足りないけど、ま、こんなもんかな。これで3分待ちます。3分経ちました。わかめの量すごいな。スープを入れていきますね。辛味噌スープ、辛そ、濃いそ。
これ、完食できるのかな？よし、いただきます。休憩。半分くらい食べたかな？ごめんなさい、もう限界です。ごちそうさまでした。また次の動画でお会いしましょう。ゆきチャンネル。